アルノーデマールは、フランスボーベ出身の自転車競技選手。アルノーデマールとも表記される。2012年、FDJ ビッグマットと契約。シーズン6勝を挙げる。2013年、ツールドスイス第4ステージにて、金佐のスプリント制し、ワールドツアー初勝利。続く、エネコツアーでは、上りスプリントで勝利を挙げた。2016年、 パリニース第一ステージで優勝。毎シーズンの不調から復活の勝利となる。続く、ミラノン連もで、ゴール 30km 手前で落ち車しながらも、得意の上りスプリントで、初のモニュメント制覇を成し遂げた。2017年、去年に引き続きパリニース第一ステージで優勝。ツールドフランスには、直前のフランス選手権個人ロードを制したことで、 フランスチャンピオンジャージを着用し参戦。第4ステージでアレクサンダー・クリストフを抑え念願の初優勝を飾るが、その後急激に体調を悪化させ、山岳ステージである第9ステージでタイムオーバーとなり、レースを去った。2020年、ジロでイタリアで区間4勝を挙げ、ポイント賞マリア・チクラミーノを獲得した。ありがとうございます。